かわいいね。さあ、お別れの時間ですね。お楽しみいただけましたでしょうか。週の初めにクリスタルパワー、また来週お会いできるのを楽しみにしています。デリシャスなラジオ、月9はクリスタル。次の番組はハッピーフナイト、ミキナさんとカオイさんがお届けします。チームクリスタルではコンシェルジュ、アシスタントを募集しています。あなたの参加お待ちしております。チームクリスタルのホームページもオープンしております。カタカナでクリスタルレインボークラブ .com へアクセスしてください。チームクリスタルの番組情報は映像に写真盛りだくさんでございます。どこからでも楽しめるのもクリスタルスタイル。いやー、やっぱり音楽はいいね。楽器ギターするか好き。あ、ピアノとギター。私、父がミュージシャンだったから、あのオルガンとかピアノとかやったんだけど、プロにはなれないからやらなくていいって言われて、唯一ちょっとだけフルートしたんだけど、目をつまれたもんね、そこで。楽しめればもね、いいのにね。そう、それで息子たちが、あのピアノやった時に、バイエルからやって一曲だけジャズの曲が弾けるようにみたいなとこ、大人になってからやったのね。ムーンライトセルになるとか。いやだそれだけしか弾けないんだけどね。でも素敵ですよ。楽器ってさ、やっぱりもちろん演奏するのも素敵だけど、あんな大きな楽器をさ、いろいろみんなできないじゃない、だけどそうやって部長だったりとかさ、外でだったりとか聴けちゃうって贅沢よ。贅沢、青空の下でなんてもう本当に素敵だから。素敵よね。そう、なかなか機会がないから本当に上野とかさ、そういうとこで定期的にやってるわけじゃない。みんな応援に行ってほしいよね。あのお天気もこれからいい季節になるのでね。桜も綺麗よ、上野は ね本当に。上野のところの桜の下であんな楽器を聴いたらやばいね。いや、もうなんか想像しただけで涙が出そうですね。幸せですよ。お裾分けしたいです。本当ですね。揃ったらやっぱりここに来て。ギャザリアどうですか。どうですか、聞いてますか。動物だったり楽器だったり、ねね、ラジオ局から発信することもありますよね。いやー楽しい、ね、私たちが一番楽しい。みんなありがとう。すいませんさあ、それでは2016年クリスタルのキーワードは弾けてしまえ。心のままにあなたの素敵が輝く一年でありますように。では参りましょう。合言葉はお互い様にありがとう。本家クリスタル、また来週。あなたのクリスタルが今夜輝きますように。ありがとうございました。お外に出てお写真撮りましょうか。はい。すごくないですか、この動画でのこのホワイト効果。え、どうしよう、行かれば。出た。出た。すいません。あ、いい。はい、いきますね。撮ります。ちょっと癖がありますよね。はい、調子乗せます。
自分で楽しみに本当にお伺いしたい